栃木県栃木市。今日は星野遺跡にやってきました。すごく景色が良くて心が落ち着きました。まだ桜が咲いてます。鳥の鳴き声もいい感じです。駐車場から結構歩くなって思ったら、もっと近くの駐車場があった。でも散歩が楽しめたので遠くの駐車場でよかった。ものすごく空いてる。誰もいないのかな。星野遺跡記念館、休みのようだ。何が展示されてるんだろう。公園には何があるのかな。桜と縄文時代の住居、この組み合わせがなんか面白い。住居は2基、倉庫が1基、屋外展示されている。凝縮された藁、帰りますと思ったけど、星の遺跡探検館ってものがあるらしいので行ってみます。道が分かれてるけど案内板はない。どちらを向いても施設がある様子がない。とりあえず進んでみたけど見つからない。別ルートを進んでみたらキャンプ場だった。探検官は発見できなかった。